投票締め切り1分前です。栗葉競馬第2競走ダートの 1200m で行われます。2歳新馬戦です。1番人気に2番のアラブの石油王 4.5 倍、2番人気に3番ウィナーヒストリー 6.5 倍、3番人気にオーストワーク4番マスターピース 11.2 倍、そして4番人気にマシスギテイオー 12.6 倍といったオッズです。まもなく投票が締め切られます。投票を締め切りました。ご投票ありがとうございました。それでは皆さんもどうぞ予想して栗葉競馬第2競走お楽しみください。栗葉競馬第2競走2歳新馬戦です。4頭で争われます。最後に1頭ウィナーヒストリーゲートイン完了すると各馬体制完了です。スタートしました。1頭マシスギテイオー好スタート。さあ何が花を切るのか。先頭行きましたウィナーヒストリー、2番手の位置にアラブの石油王、3番手からマスターピース、最後方にマシスギテイオーといった体勢になりました。各馬向こう正面を通過していきます。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭ウィナーヒストリーリード4馬身ぐらい、外から1頭マスターピース競りかけていって、単独の3番手アラブの石油王、最後方ポツンと1頭マシスギテイオーといった体勢で各馬3コーナーをカーブしていきます。さあ先頭を変わってマスターピースがリード6馬身から7馬身、マスターピース一人旅です。2番手の位置にウィナーヒストリー、3番手からアラブの石油王、最後方にマスギテイオーといった体勢で最終直線に入っていきます。さあ先頭マスターピースリード8馬身から9馬身セーフティーリード、2番手の位置にウィナーヒストリー200を切って、さあ先頭マスターピース並びかけていこうとしているのがウィナーヒストリーで、3番手からアラブの石油王ですが、先頭マスターピース強い強い粘り込みを図って、先頭マスターピースゴール。2着争い接戦です。そして最後4着にマシスギテイオーゴールしました。勝ち時計1分18秒0です。写真判定になりました。1着にマスターピース、2着争いがウィナーヒストリーとアラブの石油王接戦です。栗葉第2競走勝ったのは4番マスターピース、勝ち時計1分18秒0、上がりの3ハロンは39秒3でした。栗葉競馬第2競走以上の通り確定しました。勝ったのは4番マスターピースとキッカゴッド騎手、外国人ジョッキー初勝利です。どうぞ栗葉第3競走もお楽しみください。